グレートウェスタン鉄道は、ロンドンと南西、西部、イングランド及びウェールズの大半を結んでいた、かつてのイギリスの鉄道会社である。1833年に設立され、1835年の議員立法で鉄道の敷設許可を得て、1838年に列車の運行を開始した。イザムバード・キングダム・ブルネルが技術者を務め、 7フィート4分の1インチ期間の後期を採用したが、1854年以降の一連の合併により、4フィート8.5インチ期間の鉄道も運行するようになった。後期での列車運行は1892年に終了した。GWR は鉄道会社の4大グループ化を促した1921年鉄道法でも独立を保った唯一の会社で、 周辺地域に残っていた鉄道会社を合併した。最終的に1947年末に国有化されてイギリス国鉄の西部局となった。グレートウェイスタン鉄道はその略称 GWR にちなんで神の素晴らしい鉄道とか応答周りなどと呼ばれたがサウスウェストイングランドのリゾート地へ多くの人々を運んだことから休日線としても知られた。 会社の機関車は多くが自社のスーインドン工場で製造され、ブランズウィックグリーンで塗装されていた一方、客車はその機関中の大半、チョコレートとクリームのツートーンカラー塗装を採用していた。貨車は当初赤で塗装されていたが、後に灰色に変更された。GWR の長距離列車には、フライングダッチマン、コーニッシュリビエラエクスプレス、チルトナムスパエクスプレスなどがあった。 また多くの近郊列車、地方の列車なども運行しており、一部は上機動車やオートコーチなどで運転されていた。また、イギリスで一般的なものより大型で、経済的な貨車の使用を開始した会社でもある。またバス号も運営しており、レールウェイエアサービスという航空会社の運営に参画、市、また船舶、桟橋、ホテルなども所有していた。 GWR のブリストルにおける最初のターミナル、ブリストルテンプルミーズ駅のブルネル設計によるトレインシェットの内部、ジョン・クック・ボーンによる版画から GWR はブリストルの港がイギリスで2番、そしてアメリカとの貿易では1番であることを維持し続けたいというブリストルの商人たちの望みから発祥している。船の規模が次第に大型化し、また、 ブリストルを流れるエーボン川に土砂が堆積しつつあったことからリバプールがますます魅力的な港となっておりさらに1830年代にはリバプールとロンドンと結ぶ鉄道が建設中であったことからブリストルの地位は脅かされていたこれに対するブリストルの回答はロンドン側での関係者と協力してブリストルとロンドンを結ぶ独自の鉄道路線を リバプールへ建設中の路線をはるかに上回る水準で建設することであった。会社は1833年にブリストルで開かれた公開集会で設立され、1835年の議員立法により法人格を得た。当時29歳だったイザムバード・キングダム・ブルネルが技術者に任命された。これはその時点までで彼にとって軍を抜いて、 大きな契約であり、彼は二つの論議を巻き起こす決断を行った。まず、高速で安定した走行ができるように、車体の外側に大きな車輪を装備できるよう、約7フィートの後期を選んだことがある。二番目に、マールバラダウンズの北を通るルートを選択したことがあり、そこには重要な都市はなかったが、オックスフォードやグロスターへ、将来的に接続の可能性があった。 多くの助けを得ながら、ロンドンからブリストルまでの前線を彼自身が調査した。その助けの中には、ブリストルのホーム事務所、オズボーン・クラークから雇った彼の事務弁護士のジェレミア、オズボーンがおり、ある機会には彼自身が、エーボン側でボートを漕いで、岸辺のルート調査を行うブルネルを案内したことも、あった。ジョージ・トーマス・クラークはこのプロジェクトにおいて、技術者として重要な役割を果たし、 テムズ川にかかるゲートハンプトン橋及びマウルスフォード、橋、そしてパディントン駅などを含む二つのコークの監督をしたとされる。大規模な土工作業に関わったことがクラークに地質学や考古学への関心をもたらしたと思われる。後にクラークは匿名でこの鉄道に対する二冊のガイドブックを書き、一冊はジョン・クック・ボーンによるリトグラフを挿絵としており、もう一冊には ブルネルのやり方と後期採用への批判を含んでいた。サニング切り道し、1846年パディントン駅からメイデンヘッド、ブリッジ駅までの最初の22.5マイルの区間は、1838年6月4日に開通した。メイデンヘッド橋が完成して1839年7月1日に、ドアイフォード駅まで延長され、深いサニング切り道しを通って、 レディング駅まで1840年3月30日に開通した。この切り通しでは2年後に地滑りに貨物列車が突っ込んで無害貨車に乗っていた10人の旅客が死亡する事故が発生した。この事故が鉄道会社に対してより良い客車を旅客に提供することを求める1844年鉄道規制法をイギリスの議会が制定するきっかけとなった。 レディング駅からスティーブントン駅までの次の区間では、テムズ川を2回渡り、1840年6月1日に開通した。さらにファリンドンロード駅までの7.25マイルが1840年7月20日に開通した。この間、ブリストル側でも工事が開始されており、1840年8月31日にブリストルから バーススパ駅まで11.5マイルが1840年8月31日に開通した。1840年12月17日にロンドン側からの路線はスーインドンの西にあり、ロンドンのパディントン駅から80.25マイルの地点にある暫定的なターミナルであるウートンバセットロード駅まで開通した。ウートンバセットロード駅から シッペナム駅までの区間は1841年5月31日に開通し、同時にサイレンセスタータウン駅までのチェルトナムグレートウェスタンユニオン鉄道が接続するスウィンドンジャンクション駅も開業した。この路線は GWR が工事をした独立路線で1841年6月14日にブリストルからブリッジウォーター駅までの最初の区間が開通した。 ブリストルエクセター鉄道と同様である。GWR の本線で最後の区間となったのが、全長1.83マイルのボックストンネルで、1841年6月30日に開通し、これによりロンドンのパディントン駅からブリストルを通り、ブリッジウォーター駅まで152マイルに列車が運行されるようになった。1851年に GWR はロンドン、レデ,ディング、 バース、ブリストルを結ぶ競合輸送事業者であった、ケネットエイボン運河を買収した。GWR は、チェルトナムグレートウェスタンユニオン鉄道や、ブリストルエクセター鉄道を含め、いくつかの後期の鉄道会社と緊密に関わっていた。サウスデボン鉄道は1849年に、開通して、後期の線路が、プリマスまで伸び、そこから、 コーンウォール鉄道がロイヤルアルバート橋を渡って、コーンウォールまで1859年に開通して、最終的にウェストコーンウォール鉄道により、ペンザンス駅にまで1867年に到達した。ただしウェストコーンウォール鉄道は当初は4フィート8.5インチの標準機で建設されていた。サウスウェールズ鉄道は、 チェプストー駅とスウォンジン駅の間を1850年に開通させ、ブルネルが建設したチェプストー橋により1852年に GWR と接続された。大西洋横断航路の港が開設されたネイランド駅まで1856年に開通した。セバーン川の河口が横断するにはあまりに広すぎたことから、当初はロンドンからウェールズまで直結する路線はなかった。 代わりに列車は橋を架けられるくらい川幅が狭くなるグロスターまで遠回りな経路を走らねばならなかった。セバーントンネルの工事は1873年に始まったが予期しない地下水の噴出により工事は遅れ、開通は1886年まで遅れることになった。3000機場の区間を走行する後期の列車1844年に 後期のブリストルグロスター鉄道が開通したが、グロスターにはすでに標準機のバーミンガムグロスター鉄道の路線が開通していた。この結果機関の断絶が生じて、南西部と北部の間を移動するすべての乗客と貨物が列車の乗り換え、積み替えを強いられることになった。これが機関戦争の始まりで、議会が機関委員会を召集することになった。 委員会は1846年に標準機に好意的な結論を出した。同年ブリストルとグロスターの間をミッドランド鉄道が買収し、1854年にこの区間を改めきしてブリストルテンプルミーズ駅まで参戦機場とし、これにより後期、標準機の双方の列車が走れるようになった。GWR はミッドランド鉄道及び ロンドンノースウェスタン鉄道と競争し、ウェストミッドランズへと路線を延長していった。バーミンガムスノーヒル駅までは、オックスフォード駅経由の路線が1852年に、そして、ウルバーハンプトンローレベル駅経由の路線が1854年に、開通した。ここが、後期の到達した、最北地点であった。同年、シュルースベリーバーミンガム鉄道とシュルースベリー チェスター鉄道が GWR に合併したが、これらの路線は標準機であった。また GWR 自身がオックスフォード以北に建設した路線も参戦機場で建設されていた。この参戦機場区間はオックスフォードから南に伸ばされ、1856年末にベーシングストーク駅まで開通して、これによりロンドンサウスウェスタン鉄道経由で イングランド北部からの貨物が積み替えなしに南海岸まで運べるようになった。GWR の運営路線における後期と標準期の路線長青が後期、緑が3 0 0上、オレンジが標準期、ベーシングストークまでの路線は当初、GWR の領域からロンドンサウスウェスタン鉄道の標準期路線を締め出しておく目的でバークスハンツ鉄道により、 後期で建設されたが、1857年に GWR とロンドンサウスウェスタン鉄道は、南海岸にあるウェーマス駅まで共同路線を開通させた。この路線は GWR のチッペナム経由のものと、ウィルツサマーセットウェーマス鉄道が開通させたものであった。さらに、西へロンドンサウスウェスタン鉄道は、後期のエクセータークレディトン鉄道、 ノースデボン鉄道、そして標準機のボドミンベードブリッジ鉄道を買収した。これらのロンドンサウスウェスタン鉄道の鉄道網から離れた場所にあった鉄道が連絡されるまでには数年かかり、直通貨物は GWR とその関連会社が取り扱っていた。この時点までに機関戦争は後期の敗北となり、1861年には パディントンまで3000機場が敷かれ、ロンドンからチェスターまで直通旅客列車が走れるようになった。後期のサウスウェールズ鉄道は1862年に GWR に合併し、ウェストミッドランド鉄道もこれに続いた。当初はミッドランズへのさらなる後期路線として計画されながら、政治的、物理的な争いの結果標準機で建設された。 オックスフォード・ウスターウルバーハンプトン鉄道も、ウェストミッドランド鉄道と共に、GWR へ合併した。1869年4月1日に、オックスフォードからウルバーハンプトンの区間と、レーディングからベーシングストークまでの区間で、後期の使用が停止された。8月には、グレンジコート駅からヒアフォード駅までの区間が、後期から標準期に転換され、 スーィンドンからグロスターを通って、サウスウェールズまでの区間の全線も1872年5月に同様に転換された。1874年には本線における参戦機場がチッペナムまで延長され、そこからウェーマスまでの路線は標準機に転換された。翌年ボックストンネルも参戦機場となり、後期の列車はブリストルイエンといくつかの支線への直通列車のみとなった。 ブリストルエクセター鉄道は GWR へ1876年1月1日に合併した。この会社はすでに参戦企業への転換を開始しており、エクセター線とデイビッツ駅までの区間は GWR により1876年3月1日に完成した。この駅はロンドンサウスウェスタン鉄道と1862年から共同利用していた。 この競合会社がエクセタークレディトン1000をさらに西へ伸ばし1876年にプリマスに到達し、これがサウスデボン鉄道を刺激して GWR と合併することになった。コーンウォール鉄道は名目上は1889年まで独立した会社として存続したが GWR が会社の大株主であった。最後に 後期で新船が開通したのが西コーンウォールにあるセントアイブス米船で1877年6月1日に開通したがその後1879年にプリマスのサットンハーバーで小さな後期の延伸区間もあった。サットンハーバーには3 0機場の分岐機の一部が残存しており後期の機場がそのままに残されている数少ない例である。 GWR がロンドンからペンザンスに至る前線を支配下に収めた後、残された後期の線路の改めき作業を始めた。最後の後期の列車はパディントン駅を1892年5月20日金曜日に出発した。その後の月曜日からペンザンス始発の列車は標準機の機関車で運転された。高日シュリビエラエクスプレスに連結された。 新しい貫通式客車百8 9 2年以降、二つの機関での列車を運行するという重荷がなくなり、会社は新線の建設や既存路線で遠回りをしていた区間を短絡する改良工事などに取り組み始めた。開通した主な新線としては以下のようなものがある。一般的に保守的な傾向にあった GWR が第一次世界大戦前の時期に他に実施した。 改良としては、食堂車の導入、三等客車の改善、蒸気暖房の導入、急行列車のスピードアップなどがあった。こうした改善は主に主任技術者の T.I. アレンとエドワード七世の知性化における鉄道を率いた一連の有能な経営者たちによるものであった。1895年から1905年まで会長を務めたエムリン施設。 1896年から1903年まで、ゼネラルマネージャーを務めたジョセフ・ウィルキンソン卿、その後継者で前の主任技術者であったジェームズ・イングリス卿、そしてやはり主任技術者を務めたジョージ・チャーチ・オードラである。田舎に新線を建設する代わりに、バスの営業を始めたり、既存の支線でより安く運行するために、上機動車の使用を開始したりしたのも、この時期であった。 1923年には合計171両に及ぶ4073型の最初の1両が製造された1914年に第一次世界大戦が勃発し、イギリスにおけるほとんどの主要な鉄道同様、GWR は政府の管理下に入った。多くの職員が軍に志願し、設備の建設、維持が平時以上に困難になった。戦争終結後、政府は 高級的な国有化も検討したが、代わりに鉄道網を4大グループ化する強制的な合併を行うことにした。1922年から1923年にかけて小さな鉄道会社が4つの大きな会社に吸収されたが、GWR は唯一大合併後も元の名前を維持した。新しい GWR はウェールズ地方にさらに多くの路線を抱え、 旧カンブリアン鉄道の295マイル、旧タフベール鉄道の124マイルなどが増加した。イングランド地方においてもいくつかの路線が加えられ、かつてはミッドランド鉄道と共同で運営していたミッドランドサウスウェイスタンジャンクション鉄道は GWR に返して北部からジェルトナム、アンドーバーを通ってサウスアンプトンへの直通輸送を行う路線と、 スーインドンにおける第二の駅が GWR のものとなった。1930年代は困難な時代となったが、世界恐慌にもかかわらず会社は比較的健全な財務状態を保った。1929年開発法により GWR は資金を得て、その代わりに雇用を刺激する策を取ることになり、この資金でロンドンパディントン駅、ブリストルテンプルミーズ駅、 カーディフ中央駅などの改良工事が行われ、また、車両基地の改良、混雑緩和のための追加の線路の工事などに使われた。バスの運行は地域のバス会社に譲渡されたが、代わりに GWR はバス会社の株を得た。また航空輸送に参入した。後期の名残として GWR はイギリス基準では車両限界を大きくとっており、 最大高と最大幅が、他のイギリスの鉄道が13フィートから13フィート、1イン9フィート程度が一般的だったのに対し、GWR のみ 4110mm2946mm、mm、と、現代日本の JR 並みの大きさであり、これにより1929年に、大西洋横断航路の旅客をロンドンに運ぶ豪華なスーパーサルーンが作られた。 1935年に会社が100周年を迎えた際には、センテナリーの客車が、コーニッシュリビエラエクスプレス用に製造され、これにも大型の車両限界が生かされた。1939年の第二次世界大戦の勃発とともに、GWR は再び政府の管理下に入り、戦争が終わる頃には労働党が政権についていて、再度鉄道網の国有化を計画し始めた。 数年にわたって戦災からの復興に取り組んだ後、グレートウェスタン鉄道は1948年1月1日にイギリス国鉄西部局となった。GWR という会社自体は法的にはさらに2年ほど存続し、1949年12月23日に公式に解散した。GWR 設計による機関車や車両はしばらくの間製造が続行され、 また駅や休行列車などにチョコレートとクリームの塗装をするなど地域の特徴も保たれていたほか蒸気機関車の塗装に至っては GWR のブランズウィックグ,グリーンにオレンジと黒の帯がイギリス国鉄の旅客機全体の色に制定され番号も GWR だけ4桁のまま変更なしとなった国有化後40年してイギリス国鉄は民営化され旧 GWR の区間で南ウェールズや南西イングランド方面への旅客輸送を行う列車運行会社はグレートウェスタントレインズとして古い名前を復活させたこの会社はその後ファーストグループのファーストグレートウェスタンとなったが2015年にブランド名変更によりグレートウェスタンレールウェイとなった線路は上下分離方式によりレールトラックに移管されその後 ネットワークレールが引き継いでいる。これらの会社が駅や橋などを適切に保存しており、歴史的な GWR の構造物を今でも見ることができる。1930年頃の GWR 鉄道網の地図当初のグレート、ウェスタン本線は、ロンドンパディントン駅からレディング、ディドコット、スウィンドン、チッペナム、バースを通って、 ブリストルのブリストルテンプルミーズ駅までを結んでいた。この路線はさらに西へ、エクセター、プリマスを通って、トルーロやイングランド最西端の駅であるペンザンスまで延長された。ブルネルやグーチは GWR の機関車工場をスウィンドンの村の近くに設定し、初期には多くの列車がここで機関車交換を行っていた。ロンドンから西へ、 ここまではゆったりとした登り勾配であったが、ここからは急な勾配となり、ブルネルの時代の原始的な機関車では、勾配に適した小さな車輪を持った機関車で運転するのが好ましかった。この勾配はどちら向きにもあり、最初はウートンバセットを通りエーボン川を渡るまで降り、その後再び登ってチッペナムを通りボックストンネルに入り、そこから再び、 エーボン川の谷に沿って下って、バースやブリストルへ向かう。スーインドンは、北西方向へクロスターへ、そして、そこからセバーン川の反対側を、カーディフやスウォンジー、西部ウェールズへと通じる路線の分岐点でもあった。この路線は後に、セバーントンネルを通って、もっと直接的に東西を結ぶ路線が開通した、ことによって短絡された。 さらにリドコットからオックスフォードへの路線があり、そこからはウルバーハンプトンまでバーミンガム経由とウースター経由の二通りの路線があった。ウルバーハンプトンから先では路線はシュルースベリー、クルー、チスターを通ってバーケンヘッドへと通じていた。他社との運行協定により GWR の列車をマンチェスターまで運転できた。 ロンドンとブリストルを結ぶ本線の南側では、リドコットからニューベリーを経由してサウサンプトンまでと、チッペナムからウェストベリーを経由してウェーマスへの路線などがあった。地域横断路線網がこれらの本線間を連絡しており、この他に多くの支線網があった。3.5マイルの短いクリーブドン支線から23マイルのいくらか長いマインヘッド支線などもあった。 ロンドンサウスウェスタン鉄道がニューベリーにやってくることを防ぐために建設されたレディング・ベーシングストーク線のように他社との競争対策で GWR 自身が建設した路線もある。しかし多くの路線はローンストン市政やブリクサム市線のように地域の鉄道会社が建設して後により大きな隣接鉄道会社に対して売却したものであった。また、 輸送対象でも大きな差異があり、セントアイブスベイ支線のように休日の観光客を運ぶもの、ウィンザー支線のように機品格を運ぶもの、カービスワーフ支線のように貨物専用のものなどである。ブルネルは GWR が大西洋を横断して続くことを計画しており、ブリストルからニューヨークへ旅客を運ぶために蒸気船のグレートエスタンを建造した。まもなく、 北アメリカと結ぶ多くの需要はより大きなリバプールの港を利用するようになったが、それでも一部の大西洋横断旅客はプリマスに上陸してロンドンまで特別列車を利用していた。GWR の船舶はグレートブリテン島とアイルランドやチャンネル諸島、フランスなども結んでいた。GWR 道の本社はパディントン駅に置かれていた。機関車よびその他の車両は スーインドン工場において製造、整備されていたが、他社を吸収合併したことによりウルヴァーハンプトンのスタッフォードロード工場やニュートンアボットにある工場など他の工場も保有していた。レディング駅の北側にレディング信号工場が設置され、また後年と温ン,ンにコンクリート製造工場が設置されて、軌道用品から橋桁に至るまでが製造された。 メイデンヘッド橋路線開通後150年以上経っても当初開通した本線は鉄道設計の傑作と歴史家に評されている。パディントンから西へ向けて出発し、路線はブレント川の谷をワーンクリフ高架橋でテムズ川をメイデンヘッド橋で越える。メイデンヘッド橋はレンガアーチ橋として建設当時最大のスパンを実現したものであった。サニング切り通しを通って レディングへ到達し、その後テムズ川をゲートハンプトン橋とマウルスフォード橋の2階、渡る。チッペナムトバースの間には、当時世界最長の鉄道トンネルであった、ボックストンネルがある。数年後に、GWR は、イングランドとウェールズを結ぶ新線を通す、セバーントンネルをセバーン川の下に開通させる。小さな会社が、GWR に合併した際に、いくつか、 特徴的な構造物が増えている。サウスデボン鉄道のシーウォールや、コーンウォール鉄道のロイヤルアルバート橋、カンブリアン鉄道のバーマウス橋などである。GWR の葬式には、会社はブリストルとロンドンの2つの取締役会によって管理されていた。この2つの取締役会はすぐに統合されて、パディントンのオフィスにある取締役会となった。取締役会は、 会長が引き、その他の役員が参加していた。最初の機関車総監督はダニエル・グーチで、1915年に職名は技師長に変更された。貨物管理者は最初は1850年に任命され、1857年からジェームズ・グリアソンが務め、1863年に彼は最初のゼネラルマネージャーとなった。1864年に、 路線総監督の職が置かれ、列車の運行を監督した。初期の列車では、1等車と2等車を連結していた。1840年に選択肢が増え、遅い貨物列車に乗っていくことができるようになり、これが後に3等車となった。1844年鉄道規制法により、他のイギリスの鉄道会社と同様に、すべての駅に対して1マイルあたり1ペニーを超えない。 運賃の三等車付け列車を12マイル毎時以上の速度で運転しなければならなくなった。1882年には三等車が最急行列車以外のすべての列車に連結されるようになった。また、法律の定めにより、1868年から喫煙車を連結するようになった。周遊用の特別割引乗車券は1849年5月から発売され、 定期券は1851年に発売された。1869年まで収入の大半は二等車の旅客によるものであったが、三等車の旅客数が増加し、結果として二等車は1912年に廃止となった。1883年定年列車法により、労働者向けに特定時間帯に特別に安い運賃の列車を走らせるようになった。主な急行列車には、 鉄道員があだ名をつけていたが、後にこれは公式に時刻表に表示され、機関車にヘッドマークが掲出され、客車の窓の上に表示されるようになった。例えば、ロンドンとエクセターを結ぶ、午前中の急行列車、フライングダッチマンは1849年の、ダービーステークス及びセントレジャーステークスの優勝馬、ザ・フライングダッチマンに由来している。百六十七年末に一旦、 運転終了したが、ブリストルエクセター鉄道からの要望により1869年に復活し、プリマスまで運転するようになった。1869年6月から午後の急行列車が同じルートで運行されるようになり、ザズールーと呼ばれるようになった。3番目の西部方面の急行列車は1890年に運転開始し、ペンザンスまで運転して、 コーニッシュマンと名付けられた。ロンドンとペンザンスオープリマスに止まらずに運転する新しいコーニッシュリビエラエクスプレスは1904年7月1日に運転を開始したが1904年と1905年は夏季のみの運転で1906年から定期運転となった。チェルトナムフライヤーは GWR 発行の前年齢の少年向けの本であったチェルトナムスパエクスプレスは スーインドンとロンドンの間77.25マイルを、毎時71.3マイルで結ぶダイヤが、設定された当時、世界最速の列車であった。この列車は、チェルトナムフライヤーというあだ名を付けられ、GWR が発行していた、前年例の少年向けの本にも取り上げられた。他の相性付き列車としては、ロンドンとブリストルを1935年から、結んでいたザ・ブリストリアン。 ロンドンとキングスウェアを結んでいた、東米エクスプレスなどがあった。こうした多くの急行列車には、駅を通過中に停車せずに、本体の列車から車掌が切り離して、そのまま駅にその客車だけを停車させるような、特別な車両、スリップコーチが連結されていた。スリップコーチが最初に運用されたのは、フライングダッチマンのブリッジウォーター駅において1869年のことであった。 会社の最初の信頼車はパディントンとプリマス間2877年に運転された。1892年10月1日にはパディントンからバーゲンヘッドまで最初の貫通路付けの列車が運転され、またその翌年には機関車から客車に引き通された蒸気パイプを使って送った蒸気で暖房する設備が使用開始された。1896年5月には一等用の 食堂車が導入され、1903年には全東急にサービスが拡大された。三等新大車は1928年から連結されるようになった。自走できる上機動車はストーンハウスとチャルフォードの間で1903年10月12日に使用開始され、5年の間に100両が製造された。これらの車両にはイングランドの標準より低いプラットフォームのある駅で、 使える折りたたみ式のステップを装備していた。この上機動車は多くの路線で成功を収め、運転台付けの付随車を装備することになり、1904年末から使用開始した。翌年から多くの小型蒸気機関車がこうした制御付随車と組み合わせて走れるように改造され、組み合わせた編成はオートトレインと呼ばれるようになり、最終的に上機動車を置き換えることになった。 ディーゼルカーは1934年に導入された。ディーゼルカーの中には完全に流線型となっているもの、長距離輸送用にビュッフェカウンターを備えているもの、小荷物輸送用になっているものなどもあった。貨物輸送が専用の列車で開始された時点では、GWR においては旅客輸送が主な収入源であった。ウェールズやミッドランズの炭鉱、工業地帯に、 路線網が到達すると、貨物輸送は重要なものとなった。1856年に、ルアボン炭鉱会社が、GWR と石炭をロンドンまで特別価格で、輸送する契約を結んだ際には、特別価格によるものであるにもかかわらず少なくとも、年4万ポンドの収入となった。機関車が大型化するにつれて、貨物列車は長くなっていき、 二軸の貨車にして40両ほどから最大で100両ほどにもなったが路線の勾配によって列車長は制限された。典型的な貨車には8トン、または10トン、後には12トンを積むことができたが、場合によってはわずか1トンしか積まないこともあった。こうした搭載量の少ない貨車の多くは近くの積み替えセンターへ送られ、そこで長距離輸送用にまとまった。 搭載量になるように積み替えが行われた。少量の積み荷を積んだ貨物列車を特定駅にから運ぶ550本以上のステーショントラックと呼ばれる列車とある駅群から少量の積み荷を周配する200本以上のピックアップトラックと呼ばれる列車が運転されていた。GWR は大きな輸送量のある品目向けに特別な貨車、取扱、い、貯蔵施設を用意していた。 例えば、ウェールズの炭鉱は、石炭の大半を GWR が大半を保有する海岸にある三橋へ送っており、またコーンウォールにおいてもカオリナイトの生産の大半を同様に取り扱っていた。これらの輸送向けに用意された貨車は、GWR 所有のものも、鉱山会社所有のものも、車両のつまめにドアが用意されていて、三橋に設けられた貨車の傾斜装置によって戦争へ、 そのまま流し込めるようになっていた。火薬、飛行機、牛乳、果物、魚など多くの輸送品目用に専用車両が作られていた。イングランド南西部の農業、漁業地域から多くの輸送が行われていた。しばしばそうした輸送は高速の生鮮品貨物列車によっていた。例えば、1869年6月までの12ヶ月間で、 グラムパウンドロード駅から3500頭以上の家畜が発送され、1876年にはコーンウォールの西部からロンドンへほぼ1万7000トンの魚が輸送された。19世紀の生鮮品貨物列車は高速走行ができるように真空ブレーキと大型の車輪を備えた客車と同じ基準で作られた貨車を使っていた。GWR の通常の貨車は 他の当時のイギリスの鉄道会社と同様に、二つの車軸の間隔が短く、手ブレーキのみを装備していた。1905年に GWR は小型の車輪ではあるが真空ブレーキを備えた、新しく製造された貨車を用いて、真空ブレーキ仕様による一般貨物列車をロンドンとブリストルの間で初めて運転した。これはさらに他の列車にも広がり、生産の中心地と、 人口密集地を結ぶ高速貨物網が整備されるようになり、こうした高速貨物列車は平均毎時35マイルで運転されていた。他の鉄道会社でも同様に真空ブレーキを装備した貨物列車の運転を始めて GWR に続くことになった。ヘルストン駅とザリザードを結んでいた GWR 初期のバス GWR はケネットエイボン運河や ストラトフォードイコールアポニイコールエイボン運河など多くの運河を所有していた。これは競争を回避したり、新鮮建設に反対していた競合運河事業者を排除したりする目的で買収したものであった。こうした運河のほとんどは GWR にとってはほんの一部の事業に過ぎなかったが、それでも運営が続けられていた。1929年の時点で、 運河は16,278ポンドの収入があったが、この年の貨物列車の収入は1,700万ポンドを超えていた。カーディフ、バリー、スウォンジーなど、南ウェールズにある大きな石炭桟橋のほとんどは、1921年鉄道法によって GWR の所有に介した。元から会社が所有していたイングランド南海岸の少数の桟橋と合わせ、 GWR は世界最大の桟橋運営事業者となった。GWR が船を運航する権利は1871年に議会によって承認された。翌年、ウェールズのネイランドとアイルランドのウォーターフォードを結ぶ航路を運営していたフォードジャクソンから船を買い取った。ウェールズ側の港は1906年に鉄道が開通したフィッシュガードハーバーに変更された。 また、それ以前は、ウェーマスチャンネルアイランズ機線、小包み会社が運営していたウェーマスとチャンネル諸島を結ぶ航路も運営していた。また、GWR 所有の小型の船舶が、プリマスの桟橋や、セバーントンネル開通までセバーン川を渡る、ブリストルサウス、ウェールズユニオン鉄道の船舶に対する、テンダーボートとして使われていた。鉄道会社が、 バスの運営を始めたのも GWR が最初で1903年8月17日にヘルストン駅とザリザードの間であった。会社はこれをロードモーターと呼んでいた。チョコレートとクリームに塗られたバスが鉄道に対するフィーダー輸送と遊覧旅行を向けに GWR の営業範囲全体で運行されていた。1930年代にこうしたバスは 地域のバス会社に移管されたが、そうしたバス会社のほとんどは GWR が出資していた。GWR はインペリアルエアウェイズと協力して航空輸送をカーディフ、トーキー、プリマスの間で開始した。これが後にレールウェイエアサービシズに発展することになる。GWR は当初機関車を濃いウグイス色に塗っていたが、その後大半の機関はクロムと ブランズウィックグ,グリーンに塗っていた。また大枠はチョコレートブラウンかインディアンレッドに塗られていたが20世紀に入ってから黒に変更された。名前や番号の入ったプレートは一般に黒の背景に磨き上げられた真鍮となっており、また煙突には銅製のキャップがはめられていることがよくあった。合併後の GWR は4大施設の中で唯一核となる。 鉄道会社が周りを吸収する形で大きくなったため、塗装は、旧 GWR のルールが引き継がれており、合併後の他3社ではそれまで会社ごとに、色が付けられていた蒸気機関車を、旅客用を除き、黒、一式化、黒に赤もしくは緑のラインという塗装で、統一してしまったのに対し、GWR のみ、旧来のブランズウィックグリーンを貨物、入れ替え機にも適用していた。 一方、客車は1864年までは、茶色か赤一色で、その後1907年まで上部が、クリーム色で株が、チョコレート色になり、その後、また茶色か赤一色に戻るも、大合併後は再びクリーム色と、チョコレート色の塗装に戻っている。荷物車や関連車両は、ツートーンで塗られることは、ほとんどなく、茶か赤で塗られており、 茶色の車として知られるきっかけになった。各時代の塗装機関車1848年製の後期のアイアンリューク級の一両、ハイロンデル GWR の最初の蒸気機関車は、イザムバードキングダムブルネル本人の設計によるもので、あったが、不成功に終わった。当時20歳だったダニエル・グーチが間もなく、機関車総監督に任命されて、信頼できる機関車を確立すべく、 取り組み始めた。彼は、ロバート・スチーブンソン社から2両のスター級機関車を購入し、ブルネルの設計以上の成功策であることを示し、続いて標準化された一連の機関車の設計を開始した。1846年からは、新しく設立された自社のスーインドン工場で、こうした標準化された機関車群の製造をできるようになった。彼は、ファイアフライ級や、 アイアンデューク級など拡大しつつある7フィート0.25インチの後期鉄道網向けに何種類かの機関車を設計した。1864年に空チの後をジョセフ・アームストロングが継いで彼が標準機の経験を GWR に持ち込んだ。アームストロングが設計した機関車の中には異なる車輪を装備することで後期向けにも標準機向けにも製造されたものがあった。 また、淡水車を必要とする機関車には、運用終了した古い後期機関車から淡水車を転用した。ジョセフ・アームストロングは1877年に早く、亡くなり、次の世代の機関車設計の責任は、ウィリアム・ディーンに委ねられた。ディーンはその頃まで、急行列車を経営していた、シングルドライバーの車軸配置2から2から 2, から2あるいは、4から2から2の機関車に変えて、 車軸配置4から4から0の急行用機関車の開発を行った。ディーンは1902年に引退し、ジョージ・チャーチ・ウォードが後を継いだ。彼は使いやすい、車軸配置4から6から0の機関車を導入した。職名が機関車総監督から主任技師長に変更されたのは、チャーチ・ウォードの在職期間中であった。チャーチ・オードの後を1921年に、チャールズ・コレットが継いだ。 彼は、まもなく、1921年鉄道法による合併を経て、GWR が運行するようになった、より多くの機関車群に対して責任を負うようになった。彼は古くなっていたり、一つの形式で少数しか存在しなかったりする機関車を置き換えて、それ以外の機関車はできるだけ、GWR 標準の部品を使ったものに改造する取り組みを始めた。 また4073型や6000型など標準部品を使った新しい機関車の設計もいった。最後の主任議士長が1941年に就任したフレデリック・ホークス・アースで戦争で物資が欠乏する時代の鉄道を監督し、また国有開港まで GWR 設計の機関車を作り続けた。ブルネルもグーチも個別の機関車を区別するために 機関車に名前を付けていたが GWR に合併した標準機の鉄道会社は機関車に番号を付けていた。このため1864年まで後期の名前付きの機関車と標準機の番号付きの機関車が共存していた。アームストロングの着任後後期、標準機ともにすべての心臓機関車及び他社から購入した元々は 名前が付いていた後期の機関車に対しても番号が付けられるようになった。ディーンは1895年に旅客用天打機関車に番号と名前の両方を与える方針を導入した。各形式はある特徴のあるテーマに沿った名前を与えられ、例えば6000型は国王の名前が4073型は城の名前が付けられた。客車1922年から使用されている。 チョコレートとクリーム塗装の客車、GWR の客車は数多く種類も様々で、1838年の当初の高期路線で走っていた4輪あるいは6輪の客車から、1947年まであるいはそれ以降も走っていた全長70フィートのボギー客車まである。19世紀中に真空ブレーキ、ボギー車、貫通路式の客車が使用開始されており、 1900年に最初の伝統付けの客車が運用を開始した。1920年代になると、高性車体に自動連結機を備えた車両も現れた。初期の客車は多くの会社によって製造されていたが、1844年にスーインドン工場での自社製造を開始し、最終的に GWR の大多数の車両を製造することになった。特別な車両として、 寝台車、食堂車、スリップコーチなどがある。また旅客輸送には、レールモーター、オートトレイン、ディーゼルカーなども使用されていた。客車扱いされていた、小荷物車で小包み、馬、牛乳などを、急行輸送していた。1904年頃から使われた、灰色塗装の貨車。この貨車は、自動車を搭載できるように、車両つまめに扉を備えている。GWR の初期には、 貨車は茶色に塗られていたが、これは後期が廃止される前に赤に変更された。よく知られている暗い灰色の塗装は1904年頃に導入された。初期の貨車のほとんどは四輪無害貨車であったが、特別な積み荷用に六輪貨車もいくらか用意されていた。有害貨車も導入され、当初は家畜輸送用であったが、後には一般貨物や壊れやすい貨物も運ぶようになった。 最初のボギー貨車は1873年に特別に重い貨物向けに導入され、1898年に大型四輪石炭車が導入されたのに続いて1904年にはボギー石炭車が製造された。これらの石炭車は貨重20トンで当時の典型的な貨車の2倍の容量であったが、1923年になってから、 初めて会社はこの容量の石炭車と三橋の積み下ろし設備に大規模な投資を始めた。こうした貨車はその使用を推進した GWR のゼネラルマネージャーの名前にちなんでフェリックス・ポールと呼ばれた。コンテナ車は1931年に自動車輸送用の専用貨車は1933年に登場した。GWR の創業時にはイギリスにおいて 真空ブレーキを備えた列車は運行されておらず、個別の車両に手ブレーキを備え、また制動手が乗務してブレーキを取り扱う環球車が列車に連結されていた。最初に真空ブレーキを装備した貨車は旅客列車に連結されて魚などの生鮮食料品を運ぶ貨車であった。バラスト散布用のホッパ車には1903年12月から真空ブレーキ装備車が登場し、 一般貨車は1904年から真空ブレーキの使用が開始されたが、1948年に国有化されてイギリス国鉄が発足した時点ではまだ真空ブレーキ未装備の貨車が大半を占めていた。一般輸送に供されている全ての貨車には電報で使うためのコードが割り当てられていた。このコードは一般的に貨車に書かれていたため、一般貨車をミンク。 冷蔵車を、マイカ、ボイラー車を、クロコダイル、緩球車を、トードと呼ぶのは、一般的に行われていた。ブルネル式の線路線路については、ブルネルは、薄い木材の板が、連続的に軽いレールを支えるブルネル式の線路を使用することを決めた。通常の線路と異なり、レールと同じ方向に、枕木が敷かれており、レールを連続的に支えていた。 より薄い木材製の温度量が、レールの下の枕木同士が正しい距離に保たれるように、敷かれているがまばらにある線路といった外見。これにより、線路はより平滑になり、後期の線路については、全体として建設費が、通常の横向きに並べられた枕木を使った場合に、比べて安くなることが証明された。しかし、標準機や参戦機の線路については、 路線全長に比べて必要な木材の長さが大きくなるので、この利点は失われた。在来からの線路の形態が後に採用されたが、このブルネル式の線路は20世紀前半の時期には、側線などでなお見ることができた。円盤方形板信号機ブルネルは列車の運行を制御するために、円盤方形板信号機と呼ばれるシステムを開発した。しかし信号機を操作する人たちは、 列車が次の信号機の地点まで予期せず停車することなく到着したことを推測することしかできなかった。世界で最初の商用電信線はパディントンとウェストドレートンの間の13マイルに付設され1839年4月9日に使用開始された。これが後に鉄道網全体に広がり各駅が電信により信号を機きに列車が安全に到着したことの 伝達が可能になった。早く送信でき、意味が明快な伝文を作成できるように、長い電信コード表が作られた。その後時間をかけて、一般的な腕木信号機が円盤方形板信号機を置き換えていった。他のイギリスの鉄道会社は、信号機を進行源時にする際に上に腕木を動かす方式に変えていったのに対して、GWR は下に腕木を動かす方式に、 こだわった。特に混雑した駅では後に、サーチライト式の伝統信号機が導入された。この信号機は、腕木式信号機の夜間の源時と同じ、赤と緑、または木と緑の源時ができた。1906年から停止源時の信号機を、ボース進むすると列車にブレーキをかける安全装置が導入された。GWR は、 称賛して神の素晴らしい鉄道として知られることもあったが、一方で初期の路線の中には最短距離で結んでいなかったものがあったため、冗談で応答回りとしても知られていた。しかし、GWR 自身は多くの観光客をウェールズや南西イングランドのリゾートへ輸送したことから、1908年から自社のことを休日線として宣伝していた。 1934年のキャンプ客車の冊子人気のある目的地や1851年のロンドン万国博覧会のような特別なイベントでは割引乗車券の発売や周遊列車の運転がされたりした。後に GWR のバスは列車が直接行けない場所へのツアーを実施し、あるいは GWR の船はプリマスのような場所からのクルーズを実施した。 老朽化して余剰化した客車は、キャンプ客車に改造されて、ブルーアンカーやマラジオンのような地方や海沿いの駅に配置されて、列車でやってきた観光客が借りて滞在した。GWR は、初期から主な駅でホテルを経営していたが、1877年に、コーンウォール、セントアイブスのトレゲンナ城にカントリーハウススタイルのホテルを初めて開業した。後に、 ウェールズのフィッシュガードベイホテルとデボンのモアトンハンプステッドのメーナーハウスが増え、さらに1930年にはゴルフコースが開設された。1908年からは一連のポスター、はがき、ジグソーパズル、書籍などを通じて自身のことを休日戦と宣伝するようになった。GWR の沿線各所の魅力を紹介する休日のたまり場や、 ピーター・マイスの、コーニッシュ・リビエラ、A.M. ブラッドレイの、サウスウェールズ、ジョーの地方など地域にちなむタイトルのものなどがあった。またガイドブックでは、列車の窓から見える光景を描いていた。その他の GWR の書籍は、GWR 自身に対する興味を引くようになっていた。全年齢の少年向けの本では、10時30分の特急や、 ロイヤルロードの機関車といった題材が取り上げられていた。ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーによる、絵画、雨、蒸気、速度、グレート・ウェスタン鉄道、GWR は初期から芸術家の関心を引いてきた。ジョン・クック・ボーンによる、グレート・ウェスタン鉄道の歴史と解説は1846年に、観光され、鉄道を描いた一連のリトグラフによって、 写真が出現する以前の時代の GWR がどのような様子であったかを知ることができる。ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーはメーデンヘッド橋を行く列車の窓から見た光景をもとに1844年に雨、蒸気、速度、グレートウェスタン鉄道を描いた。また1862年にウィリアム・フリスはパディントン駅のプラットホームの群衆を描いた。 鉄道駅という作品を描いている。絵画の中の駅自体は建築家のスコット・モートンによってフリスのために描かれており、列車も GWR によって絵の制作用に特別に準備されたもので、その前には様々な旅行者や鉄道員が生き生きとした商店を構成している。GWR は1980年の BBC の子供向けドラマシリーズ、 神の素晴らしい鉄道など多くのテレビ番組に取り上げられている。またボブ・ホド・フレイによるアニメーション映画グレートでも知られ、この作品はブルネルの技術的な偉業を描いて1975年のアカデミー短編アニメ賞を受賞した。これ以外だとウィルバート・オードリー牧師の記者の絵本では劇中何度かグレート・ウェスタン鉄道の名前が出てきており、ここ。 羊と明記された機関車が何台か登場するほか、同鉄道所属だったという設定の関係者の名前が、東土だったり、信号の腕木が、進行時に上がるものと下がるものの違いがあるなどといった、GWR 絡みの小ネタが何度か登場している。GWR 由来のベンチ、ヤットン駅、GWR の記憶は、かつてのスーインドン工場の場所にある、グレートウェスタン鉄道博物館や、 後期の列車が運転されているリドコット、鉄道センターなど、いくつかの博物館に保存されている。グレートウェスタン鉄道に関する保存鉄道としては、サウスデボン鉄道、ダートマス蒸気鉄道、ウェスト、サマーセット鉄道、セバーンバレー鉄道などがある。他にも多くの保存鉄道や、博物館で GWR 由来の車両が走っていたり、展示されていたりする。 ネットワークレールが運営している多くの駅で GWR 時代の名残が見られる。これは、バディントン駅やブリストルテンプルビーズ駅のような大きな駅だけではなく、バーススパ駅、トーキー駅、ペンザンス駅、トルーロ駅、ニュートンアボット駅といった例でも見られる。小さな駅の多くは、需要の増加に対応して改造する必要がなかったので、開業当時からあまり変わっておらず、 ヤットン駅、フローム駅、ブラットフォードンエイボン駅、セントジャーマンズ駅などにその例を見ることができる。駅が改造された場所であっても、案内標識やマンホールの蓋、ベンチといったものに GWR と入っているのを見ることができる。国際連合教育科学文化機関は、グレートウェスタン本線を世界遺産として登録する、提案を検討している。 この提案は、イングリッシュヘリテッジにより支援されており、7カ所の個別地点を含んでいる。7カ所は、ブリストルテンプルミーズ駅、バース駅とトワートントンネルから、シドニーガーデンズまでの区間、ミドルヒルとボックストンネル、スーインドン工場と村を含む、周辺地区、メイデンヘッド橋、ワーンクリフ高架橋、パディントン駅である。 43型機関車の43,185号に取り付けられたネームプレート、グレート・ウェスタンという名前を付けられた機関車が何両かある。最初にこの名前を付けたのは、1846年製の後期機関車、アイアンデューク級で、初めて自社のスーインドン工場で、すべて製作された機関車であった。これは1870年に運用終了したが、 1888年に新たに製造された機関車が再び同じ名前を付けた。しかしこの機関車はその4年後、後期が廃止された際に運用終了した。標準機の3031系の3012号が次にこの名前を付けた。GWR の機関車として最後にこの名前を付けたのは4073型の7007号で、これは イギリス国鉄になってからも同じ名前のままであった。その後、イギリス国鉄のディーゼル機関車にも再び名前が付けられている。最初は47,500号機関車で、1979年から1991年までこの名前であった。2005年に同じく47型の47,815号がこの名前を付けて、2009年現在は、 リビエラトレインズがこの機関車を運用している。インターシティ125の動力車である43型の43,185号も同じ名前をつけており、ファーストグレートウエーススンが運用している。パディントン駅にあるイザムバードキングダムブルネル像、イギリス国立鉄道博物館にあるダニエル・グーチを記念する展示物、ジョセフ・アームストロング1853年から、 シュリュースベリーチェスター鉄道及びシュリュースベリーバーミンガム鉄道の機関車総監督でウルバーハンプトンにあった機関車工場の責任者であった。後に、これらの鉄道が GWR に合併した際に GWR の北部局機関車総監督の地位を与えられ1854年から1864年まで務めスーインドンに移動して 機関車総監督を1864年から1877年まで務めた。イザムバード・キングダム・ブルネル GWR の主任技術者を1835年から1859年まで務め、また GWR が後に合併した多くの高期鉄道会社、そして標準機のタフベール鉄道についても主任技術者を務めた。彼は 鉄道のルート決定に責任を負い、今日に残る象徴的な構造物、ボックストンネルやメイデンヘッド橋、パディントン駅、テンプルミーズ駅などの多くを設計した。ジョージ・チャーチウォード1902年から1915年まで、機関車総監督、そして1915年から1921年まで、主任技師長を務め、機関車の部品の標準化に努めた。 チャールズ・コレット1922年から1941年までの主任議士長。ウィリアム・ディーン1877年から1902年までの機関車総監督。ダニエル・グーチ・ GWR の最初の機関車総監督を1837年から1864年まで、そして会長を1865年から1889年まで務めた。 アイアンデューク級など初期の機関車の設計とスーインドン工場の開設に責任を負った。ジェームズ・グリアソン貨物責任者を1857年から1863年まで務め、その後、ゼネラルマネージャーとなって1863年から1887年まで務め、拡大する鉄道と改め機の初期の時代を監督した。 フレデリック・ホークスは SGWR 最後の主任技師長を1941年から1947年まで務めた。ヘンリー・ランバート1887年から1896年までのゼネラルマネージャーで1892年に完成する改め期の最後を監督した。ジェームズ・ミルン1929年から1947年までのゼネラルマネージャーで 第二次世界大戦期の GWR を監督した。フェリックス・ポール1921年から1929年までのゼネラルマネージャーとして、1921年鉄道法により、南ウェールズの鉄道網を GWR へ統合する管理を行い、また鉄道による石炭輸送を効率化する20トンカ社の使用を推進した。 CE スパニョレッティ1855年から1892年までの GWR の電信総監督で列車の安全な運行に用いられるディスクブロック電信装置を発明して特許を取得した。1863年にメトロポリタン鉄道で最初に使用され、1864年からブリストルサウスウェールズユニオン鉄道でも使用された。後に、 GWR が運営する多くの路線でも使用された。ありがとうございます。